吉本芸人人生ゲームを作ろう。何でしょうか。はい、ということで、はい、こちらにもあの書いてくれてるんですけど、あ、なんかまっすぐ、はい、スタート NSC に入学して、はい、ゴールすると、うん、で、まあ、これを見たら、まあ、芸人人生どんな風に歩めるかっていうのを、まあ、参考になるような人生ゲームをちょっと作っていこうかなと。一応スタートは NSC 入学してくれてるんですけど、うん、ゴールどうします。まあ、売れるってことよ。売れるのか、はたまたもう引退どこまで行くのか。まあ、売れるにしますか。売れる。我々がだからその売れた後のこと別に何も知らねえから。そうね。確かに。地上波レギュラーとか地上波のゴールデン MC にしようか。ゴールデン MC。 なるほど。まあね、ベタにね。なかなかゴールデンの MC。 はい、まあ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 、とりあえずその設定していきますか。地上波のゴールデン MC。はい、はい、じゃあそれまでの道のりをやっていきましょう。まずにね、まあまあ NSC 入るわね。うんうんうん。何があるな、最初 NSC であること。彼女に3回浮気されるとかですか。まあまあ NSC 中にあったけど俺あんま関係ねえじゃん。スタートに戻る。相方を探すとかよね。最初相方が見つかるぐらいじゃない。うん。ああ、夏合宿行ってめちゃくちゃ面白くなるとかならないし、おじさんがもう懐かしくても言われてるともう来年からなくなるでしょう。なくなればお前。まあ相方が見つかるですよね。うん。これは一マス進むとかそういうのもあった方がいいかな。うん、まあここはなくてもいいね。なくてもいい。どっかにはある方がいいね。うん。OK。そんなもんいいか、まあいいか。うん。まあこれはやっぱバイトですよね。バイト三昧。うん。一回休む。まあこの時まあ NSC バイトはマストですからね。確かに。バイト先の店長がクソ。芸人関係ある、まあ、どうクソやな。ピザ屋でバイトした時も、うん、俺がね雨の日に滑って、うん、スリップしちゃって、うん、ちょっと転んだのよ、うん、で中のピザがもうぐちゃぐちゃになっちゃって、うん、一回戻って、うん、すいません雨でスリップして転倒してしまいました、うんうん、雨の日でさ、バイクで事故ってるの、うん、そしたら大丈夫じゃん、うん、ちょっと作り直してもう一回とか。そうでしょ。俺事故ったんだよ。俺が悪いけど。そのマジヤバくない。4回ぐらい休むな。今でも覚えてる。店長の顔。1回休みじゃ済まんな。急に休ませてくださいとかね、言わなきゃいけないんです。急に入るから、前日とかになんかこう来てくれとか、うん、そしたらまあ嫌な顔されますよ。まあバイトがね、やっぱバイトはネックやね。ネックですね。なんかええことも言うときたくない。あ、デビュー、デビュールミネ、満席のルミネ。デビューデビューが僕らルミネでした。本当にデビューがルミネ。ルミネ座よしで、うん、ハンニャさんが MC で、うん、僕らは普通にネタやってもわーっとなりますよ。で外出たらまさかのその日デビューの無名の俺らの前50人くらいで街がわーっ来てる、うん、ちょろみたいな。二マス進むとか、うん、それ成功例だもんね。まあ、まあ、ね、うん、はい、あと何やろうな、面白そうなオーディションでポロガスに言われるっていうのがね。もうね、オーディション嫌だったな、緊張するし。そうね。まあそれこそエキストラとか聞いたことないバンドの観客役のエキストラで5時間拘束されるの。なるほど。一回休みか。一回休みか。これはきついよ、エキストラは。ノーギャラのエキストラ。あと何やろな、ええこと、ええことも言うとく。まあまあ。そういったらオーディション買って、俺らはあのロケットライブっていうの出れるようになってとか言うもんね。こう、いや、オーディションにも2種類あって、吉本が行ってこいっていうオーディションと、テレビ局の人らがライブ見に行って、あ、こいつおもろいなって呼ばれるオーディションがあるんですよ。で、俺らはそっちの呼ばれる方の日置さんが呼んでくれて、ロケットライブっていうのに出させてもらって、ね、ロケットライブからバチバチでできてるなってみたいな。あれが天気だね。まあ、だからその、若手の劇場の、うん、で、ちょっと頭角を現す。そうやな。と、または、SNS。等で頭角を表す。それ2個書いてる。うん。先輩とかにも知ってもらってね、こうあいつ面白い。そうだね。そう、俺らも忘れもしない、やっぱり最初、うん、A 先生、バロバロゴロの A 先生が、うん、1年目の面白いって言ってくれて、まだ僕らが全然の時1年目とかじゃないライブ呼んでくれたんですよ。うん、うん、
本当バッファローゴロさんとあとスラッシュバイの片山さんが、うん、あれ春日さんがやってた番組でした学生ヒーローズとか呼んでくれてテレビ 出れたりね、うん、したらそこからその下じゃあ片山さんにハマるとかみたいな。そうですね、スラッシュファイル、うん、片山さんかもしくは K プロの小島さんここが大事。日置さんもだからもう、うん、日置さんもいいの。いや日置さんまで書き出すとでも、もうテレビ局員いっぱいいますよ。次のマスでしょうか、はい、日置さんと北山さんにハマるんでしょうか俺らはねこれからまあ日置さん、まあ、テレビ局員ですねだから、うん、北山さんって今ほらネタバレやってるからさ。すごいですよ我々プロレスの北山、うん、なんか落とし穴も1個入れとく。ちょっとこうなってくるとこうファンができますよね、うん、ファンが好きね応援してくれるファンに手を出し始めるSNS そしたら俺今は危ないですよ。すぐ噂広まるから、うん、落とし穴があるんですよ。だから一番最悪なのだからその井口さんがチンチンを食っちゃう、あれはあの人がやばいけどチンチンの写真を食っちゃってさらされるみたいな、なんかさらされるみたいな今 SNS で、うん、だからそういう明らかにやばそうな人にはもう手を出さない難しいけど大事です先輩に聞きましょう、うん、一回で俺も言ってるよその子って言われたら言って大丈夫です、うん、逆に、うん、逆なんですよ俺知らんわその子っていう子の方が危ないんで、うん、あそれみんな言ってんぜっていう子の方が大丈夫です、まあ、風の噂ですけどなんかもう浜ちゃんの時とかくらいの時代からずっとやってる人今だけ何で浜ちゃんってダウンタウンさんで進めてった方がいいか。あと何やろな。まあ単独ライブかな。まあルミネとかですよね。ルミネとかでやったらまあ吉本の若手の一発の、ね、まあまあ我々ぐらいになるとね、うん、もう有名人とかも見に来ます。正直。誰頑張っていると。まあマギー。マギーさんね。大崎世界観ね。大崎世界観。タケル。タケル、毛穴タケル。カリスマドットコム、カリスマドットコム、そのとこ来てくれた、来てくれてます。ミミは鼻出してくれたな。ミミさんが来てくれてます。こうなってくると今度はバイトができなくなってくるんですよ。ちょうど単独ライブがこう成功したぐらいのタイミングで、うん、給料7万でバイトできずっていうね、うん。この時期がやってきますよ。うん、そんで、まあちょっとじゃあもう。うん何らかのちょっとしたレギュラー決まる。ああ何でもちょっとした我々で言ったらオールナイトニッポンとかね、うん、そのでも深夜の、うんね、若手の番組とか、まあ、ネタ番組によく呼ばれるようになるかもしれない。レギュラーはまだ早いから、ね、ネタ番組に呼ばれ出すね、うん、そうね。ショーレース、ああ、うん、ショーレース全然決勝いけないって。俺だよ。俺らやんけ。言いますか。三回休みです。俺だよ。完全に。こっからどう売れる。YouTube 解説。いや俺だよ。ほぼ俺だよね。まあ YouTuber でも始めるんじゃない。マジで。で。こっからどうなっていくかよね。そろそろレギュラー一発来るんじゃないの、この辺りで。なんかレギュラーはね、うん、確かにね。まあじゃあ深夜の地上波レギュラーぐらいしとく。深夜か、アベマ。アベマでレギュラーはなかなかないもんな。ひとまずぐらいしとく。で、あれじゃないよ、大物にハマるじゃない。大物 MC にハマる、これが大事。うん、ついでにこんくらいになるとその社長とかにもね、あ、社長の飲み会に顔出し始めるよね。うん、なんか誰かがね社長が出てくる時に多分出てくる売れてる同期とかもいる。なんかね、アントニーね、俺らのアントニーね、あ、じゃあアントニーに社長を紹介してください社長飲み会、これぜひ皆さん芸人になったら一度行ってみてください。ちゃんと反射かどうかチェックしてね、うん、信じられない社長たくさん見てきました、うん、プールでなんかサフタンドラメントしてたよ、うん、あのね、プールでねお台場のね、ホテルのね屋上にあるプールのね
水鉄砲の中にシャンパン入れて水着の姉ちゃんにピュッピュッピュッアウトですアウトです感謝です、おそらくで、結婚とかそろそろさ昔から付き合ってた彼女と結婚とかこの辺りあ和田まんじゅうさん、ちょうどここで結婚しだしましたたまにあるよね、和田まんじゅうさん、ここで結婚してます、うん、まあでも M1 優勝とか挟まんとなまあ何かで結果出すかね、うん、YouTube それこそ100万人登録後は賞レース優勝、まあ、SNS 大バズりまあ誰かとも噂になるいやそう俺も思ったあなるほどね、うん、多くの手うん峯岸以上ぐらいかな峯岸以上うん峯岸以上と噂になる峯岸さんでいいの誰がいいかなあの人今日一緒やった人朝日奈央さんだっけお朝日奈央さんだとちょっと今あれかもね、うん、朝日奈央さんとはちょうどよくないですよ、うん、朝日奈央さんぐらいじゃないなんか好感度も上がりそうだよね朝日奈央さんと付き合ってたらねうん、うんうん、そう朝日奈央さん一緒ほんでラストまあなんかちょっと何最後に落とし穴書いてきますあまたじゃないかないやでも結婚してないですからねゆきおちゃんは二股しても何も大丈夫でしょゆきおちゃんは年下の彼女のに年上の女と浮気したら逆やからね普通もうでも振り出しに戻るぐらいのでかいやつ行こうか落とし穴せっかくだから薬とかないからね芸人は本当にない芸人は聞いたことない薬やってる人本当にこれじゃない昔のファンにさらされるなるね、あの尾形さんとかねうん、勘弁しちゃってよね濱家のとかないや、そのさ、7年前とかのさ女の子も寝てる人し、今更出すのなしっしょ結婚した直後にじゃないあー、最悪だね、うん、奥さんかわいそう、これマジさらすな、女って何考えてんのマジで逆見たことあるアイドルで男が晒してるのも、うん、ないでしょ全部女の方が晒すんですよ男は晒さないよ何それ言い方僕が言うて男は晒さないよいいよそれお前のギャグですかなるほど男はさらさないよあなんかでもなんか今よかったなんかよかったねマジで俺は振り出しの振り出し戻っちゃうからあんたらあんたらもうその時はさ今はさちょっと怒ってるか分かんないけどその時は楽しかったわけでしょいい思い出としてしまっとけばいいじゃん女はめっちゃさらすさらすわけ男はさらさないよということでございまして、以上、芸人人生ゲームを作ろうでした。ありがとうございました。はい。